どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室のガーズでございます。はい、本日はアーカイブアップロードのご紹介になります。アーカイブアップロードというのは過去にガズレレで取り上げた、テーマの動画をこの後このままシェアするという、そういう流れになっております。今回の動画はですね、ウクレレってやっぱりこうリズムがすごくこう大事で、よく8ビートとか16ビートとか、いろいろあるじゃないですか。これをですね、ちょっと面白い考え方で、ドラムで使って、ドラムってあのドラムですよ。これを再現して、私のね、ハニーさんと一緒にね、セッションして、すごくね、面白い。もう自分で今見てもすごい良い動画だなと思うんで、ぜひね、これ、週末、この週末、リズム、このウクレレの右手ってドラムだったのっていうのを体験していただきたいと思うんで、すごく面白い動画をこの後シェアします。リズムの勉強、まず考え方を変えるのが結構早いかもしれません。イメージが変わるだけでだいぶ違いますからね。はい。それでは、そのリズムの勉強になるような、あ、そういうことだったのかってこう気づきを得られるような動画、ガズレレ動画2019年、1年前の動画になりますけど、それでは皆さんご覧ください。どうぞ。どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですね、ちょっと面白い企画というか、今日ゲストを迎えております。はい、ゲストでございます。この方はどなたかと申しますとですね、私のハニーでございます。妻でございます。小杉さんです。今日はどうもありがとうございます。彼女にウクレレを弾いてもらって、私がいつも常日頃言ってるやつですよ。こうウクレレのリズムとか、まあギターもそうですけど、何を再現してるかっていうと、これですよ。このドラムのフレーズをね、右手で再現してるんだって僕よくね、言うじゃないですか。はい。で、ウクレレのリズムを弾いて、ドラムと合わせて本当にそういう風に、そういう関係性なのかをちょっと実験してみようと思います。ちなみに小杉さんはですね、このガズレレ YouTube チャンネル初登場じゃないんですよ。もう、3回目です。はい。以前ね、出てもらった時は、このウクレレストラップの作り方を公開したりとか、まあ、ウクレレ座布団とかいいね、そういうのをね、作ってる動画を YouTube の、ガズレレ YouTube でもやって、その時の映像を、この辺にリンク貼っておきますので、そのストラップ作りたい方はそこ見てください。小杉さんに弾いてもらいますからね。で、彼女が弾くリズムをガズさんがこうドラムでその通りに再現してみるというか、一緒にセッションしてみようという企画でございまして、はい。で、まあ、今回使うウクレレ、このベトナムで作ってるウクレレピックアップ付きのこのサンプルで作ったやつを使いまして、お届けしようかと思います。で、今日のね、やるリズムはね、ここにザッと書きましょう。まず8ビート、16ビート、3連の16ビート、レトロビート、ロカビリービート、いっぱいあるな、疾走ビート、レゲエビート。この辺の関係性をこう、ウクレレの右手のストロークと、このドラムの関係性を今からやってみましょう。わかる。大丈夫そうですか？頑張る。今ね、一生懸命練習してみたんですけど、やっぱりね、リズムはね、やっぱ皆さんもご存知だろうけど、難しい。で、そのね、ガズレレで言う、そのかっこいいリズムのいろいろというやつ、リンク、貼っとくんで、このやつを今再現しますからね。このリンク先はね、ガズレレホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろんな弾き方なんですよ。それを1個ずつ、ドラムと合わせて検証してみましょうということなんで、はい。やってみますよ。で、この感覚が分かると、自分の中でもこう、なんていうのかな、右手でドラムをやってるんだっていう、このなんかテンションが上がるじゃないですか。そのイメージを持ってもらおうと思ってやろうと思います。それでは行ってみましょう。それでは、ドラムの席に着きました。スティック持ってます。で、うちの奥様、小杉さんが、まず8ビートのチャをね、弾きます。ゆっくりね、やってもください。で、やってる時に、ドラムの途中で入ってきますから、その感じをちょっと見ておいてください。じゃあ、お願いします。最後のジャカシャンバでこう再現してみましたけど、こんな感じなんですよね。小杉さんが弾いたのはジャンチャッチャンチャッチャンジャンチャッチャンチャッチャン、これをドラムでやると全く一緒でしょ。で、チャの位置がチャ、ちょっとやってみてください。チャ、これがこれになるわけです。そういうことになります。こういう風に頭の中で考えながらこう曲を演奏する。だから右手でね、
リズム、ドラムを叩いて左手でコードを押さえて歌を歌うわけですから、もうほんと一人楽団みたいなもんです。じゃあ次のリズムどんどんいってみましょう、はい、次はね、じゃあ16ビートのチャイいきましょうか。ちょっとこれ皆さん難しいね、チャレンジしてる方多いと思うんですけど、じゃあお願いします。ワン、ツー、スリー、フォみたいな感じです。今の場合は、まあ、口で言いますと、ジャンジャンチャカチャジャンスジャンジャチャカチャカジャンジャンチャカチャジャンジャンチャ、ドラムでやると、まあこれ全く一緒のことでございまして、まあたまにねこうドラムだと、まあ、アレンジを聞かせたりとかするんですが、基本的には今のドラムをこの右手で、右手一本で再現しているというのがこの16ビートのチャでございます。いいですよね、やっぱりいいですよ ね、はい、このイメージを持ってて、ちなみにですけどね、細江さんもドラム叩けるんですよ。でもちょっと今日お互いやってみたら、あのなな全然叩いてないんで、まあガズさんの方がドラムいいねってことになったんですけども、はい、じゃあどんどん行ってみましょう。次はちょっと難しいあれです。安室奈美恵ちゃんの曲で出てきた3連の16ビート行ってみましょう。3連の16ビートちょっと練習した方がいいんじゃない、大丈夫ですか、ちょっとやってみて、どんなやつか。はい、思い出しました。チャカチャ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 チャパチャパチャカチャ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 チャパ、これ難しいんですよね。ちょっと小杉さん頑張ってくださいね。じゃあ3連の16ビートのドラムと合わせてやってみます。どうぞ。どうですか、これドラムでやるとこういう風になるんですよ。ドンツダンツドンツドスクバーンドンツダスクドンツドスクバーン。かっこいいですよね。はい、どんどんいきますよ。これやっぱ皆さん気づくでしょ、これ右手どれだけここでロマンティックなことをね、この奥義なこのドラムセットのことを右手一本で表現してるわけですから、楽しくなってきました。じゃあどんどんいきましょう。次はレトロビートです、はい、これは渋いですよ。ちょっとドラムもどんな風にしようかちょっといろいろ考えてるんですけど、じゃあどんなやつかちょっと小杉さんにお願いしましょうか、はい、いいですか。はい、レトロビート、はい、いきます。困るやつなんですけど、まあ、ダンダパンスタパンダンダパンスタダンドゥンドゥルンパンスタパンドゥンドゥルンパンスタパン。ドラムもね、いろいろアレンジができるんでね、まあでもこんなイメージですよ。でこういうね、あの右手でねこうやってるっていうイメージよりこうワイルドにこうドラムをねやってんだぞっていう感じでいきましょう皆さん。いやー、楽しくなってきました ね。はい、じゃあ次、ロカビリービート、これは小添さんもねちょっとあのなかなかやったことなくて今ちょっと練習してたんですが、どんなやつかちょっとやっできるかな。でん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 
カビリービートみたいなね、3、3、5、3、3、C の時は1弦の3と5、 F の時は2弦の1と3、 G7 の時は1弦の2と3、まあこれなんとなくフレーズを感じ取ってください。じゃあこのレトロビート、じゃあ C と F と G7 でちょっとコード回しながらレトロビートはや、あ、じゃあね、ロカビリービートをやってみましょう。じゃあお願いします。はい、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォロカビリービートはちょっと難しい。サンダ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 ン、これやっぱフィフティーズっぽい、こうモンキーダンスとかね、こういう踊れるやつ、ドラムはもうやっぱりドン、こんな感じがいいと思います。ちょっと私もあんまり上手じゃなくて申し訳ないですけど、このノリね、このフィフティーズオールディーズな感じが出るかなと思います。これを右手で再現してるんですよ。よし、じゃあ次、いよいよ、あ、これもいいビートです。疾走ビートです。これはよくガズレレでもあるロックバンドとかパンクロックのね時に出てくるやつですけど、どういうリズムか、ドゥドゥダドゥドゥドゥダドゥドゥドゥダと、こうカオチャを使わずに強弱だけで突き進むっていうイメージのやつ。じゃあ疾走ビート、どんなビートか、小手さん、ちょっとまだあの物にはなってないんですけど、彼女もね、え、今日はこういう企画ということでですね、疾走ビート頑張ってちょっと弾いてみてください。はい、頑張ります。はい、お願いします。はい、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォービート。これはですね、ね、これはドゥドゥダドゥドゥドゥダドゥドゥドゥダドゥなんで、この太鼓のね、ドラムの パターンはその人それぞれで、例えばあのヨシキだったらきっとドドタトドドタトってやると思うし、こういろんなパターンが考えられるんですけど、まあこのやっぱ基本はグイグイ前のめりにいく感じですからね。はい、このドラムのがドンパーンドドパーンとこう進んでるイメージを持ちながらやる。これだけでね、こうやっぱこうテンションが上がりますしね、エネルギーが曲に増えますから。ねね、はい、はい、よろしくお願いします。何がなんだ、いや、じゃあいよいよね、大詰めになってきます。レゲエビートとスカビートをちょっと今度ねやってみようと思う。なんだけどレゲエとかスカっていうのはドラムと直接的にはシンクロしてないんですよ。だけどこの感じをちょっと分かってもらおうと思うんですけど、まずじゃあスカからやってみようか。スカっていうのはチッチャ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 ッみたいな感じ、チャッパチャッパ。ではスカビート軽やかにいってみようと思います。小瀬さん、お願いします。はい、ワン、ツー、スリー、フォのビートになります。レゲエビート、これは南国をイメージしてゆったりリラックスしてる感じで ね、やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。
んな感じです。どうでしたか皆さん、このドラムセットとこのウクレレでいろいろこのリズムね、このウクレレの右手で何やってるかって言ったらこれをやってるわけですから、そうやって考えたらロマンティックでしょ皆さん。そういうイメージが大事ですから、音楽はね、やっぱりドラムをこの右手で再現してる。もう何回もそればっかり言ってるんだけど、どうでしたかね今日は。ね、楽しかった、楽しかった、ね、やっぱねリズムってね、やっぱりここ体から持っていかないといけませんからね。皆さんこんなね思考ですよ、思考やってみてください。音楽がまあこんなことでまたちょっとイメージ変えてね、もっと楽しくやっていきましょう。小杉さんもいろいろ活動しております。フェルゲートっていう YouTube チャンネルやってるんですよ、DIY のね、こういうなんか縫い物とかそういうやつです。この辺リンク貼っときますので、小杉さんの方もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日は企画ものでしたけども楽しかったです。また会いましょう、さよなら、バイバイ。さあどうでしたか、ウクレレのこの右手のこのリズムってこれドラムだったんだって気づけたんじゃないかな。だからこそこうロックでもなんかな、ロックでもポップスでも J-POP でもこのリズムっていうのすごくやっぱ土台に感じられる、これがキーポイントになるんじゃないかなと思う。自分で撮っときながら、いい動画ですねこれは。本当にまず頭のね感覚を変えるっていうのがね、結構音楽をこう高める早道かもしれないということでシェアしてみました。皆さんぜひご活用ください。お知らせです。いつも使ってるこのガズのわがままウクレレなんですけど、本当に今大人気でございます。ありがとうございます。毎月1回程度、ある程度の、ウクレレをですね、販売して、事前予約で、注文を受け付けてるんですけど、本当ありがたいことにもう本当に1日2日でソールドアウトになってしまう状態が続いてまして、また来月もこんな感じでご注文いただけるようにすると思うんですけど、今ベトナムでもちゃくんがこう一生懸命もうガズレレGラボチームで、一丸となって取り組んでますので、まあ、ご注文いただいている方、もうちょっとお待ちください。そしてちょっと気になっている方、来月もまたご案内ありますんでね、ぜひともよろしくお願いいたします。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけど、ガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、書いてありますんで、ね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杉さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界に1個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、まあ私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的な商品、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ譜面台じゃなくてもいろんなもの入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納すると、もうね、まあ、オールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはきっと思われないというのもあるし、これ見て、ここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って開けるんじゃないかという、本当、スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ。これはね、もうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけない、この本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、まあ、教則本とか楽譜、音楽のね、楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね、9万8000部とか、9万9000部近くの出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう。音楽聴くよりやる方が楽しい。ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。